女性がですね性的な興奮が高まっていくと濡れるという現象が起こることをご存知でしょうか実はこの濡れるという現象どうして起こるのかを少し解説をさせていただきましょう例えば我々例えば男性なんかの場合には性的な興奮が高まってくると血液がドドドドッとこうやって下半身に流れ込んできますよね サーモミーターなんていってこういう温度の違いなどをですね測定するような検査方法をもってするとそのことがよく分かるはずであります男性の場合には海面体の中にですね血液が流れ込んでいきそして従来であるならば通常であるならばバイパスができて勃起という現象が起こらないわけですけどもバイパスが閉じられてしまいますと。 男性は勃起という現象が起こりますよね。それに対して女性はどうでしょうか性的な根本が高まってくると、下半身に血液がドドドッと流れ込んできます。これは男性と一緒なんです。でもその流れ込んだ血液が、実はそれを受け止める、えー、まあ、膣の周辺のですね、毛細血管に流れ込むわけですけども、それを十分受け止めきれない状況の中で、実はこれ電子顕微鏡のですね、 えまあ、写真を私も見たことがあるんですけどもすごいことが起こるんですよ。膣壁を覆っている毛細血管の壁がですね開いてきてそこからポタ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 ,ポタと、まあ、水溶性成分が膣の中に落ちているのを見ることができましたまさに濡れるとは女性の膣の汗なんですね。 まあそうなりますと、じゃあ濡れないという現象がどうして起こるのか、これは一つの原因は例えば動脈硬化です。年齢が重ねでそして血管壁が硬くなって、性的幸運が高まってもその血管壁がですね開かないということになりますと、えー、濡れるという現象を経験することがとても難しくなります。あるいはそれまでにですね相当な時間がかかります。 ですから、年齢がかさんだ人との、と女性との関わり。の中では、性的興奮を高めるための。時間を。若い時でも、少し長い時間を持つ必要があります。まあ、それでも。濡れないという女性たちがいます。まあ、そういう時に、とても役立つのが。実は、あ膣潤滑液を。まあ。に、まねてですね、作った、リュウブゼリーという。 こういういいリーがございま,すまあそういうものを上手に使って濡れるという現象をですね是非皆さん自身が体験していただきますと成功の時の痛みこういうものを和らげることができるに違いありません。